なんかちょっとダンスミュージック的な社会課題です、うん、ソリューション今日はですねお題に答えていただいて、はい、若林さんには今お持ちのはい整ったお答えが整っていましたら、はあ、この整った札を上げていただきます、はい、判定をしていただくということですので、はい、どうでしょう自信のほどは。いやでもそりゃ何事も整いたいですよね。やっぱサウナとかも整ってこそだと思うので、はい、いや整っていただきたいです、はい、ぜひ全問整ってください、はい、頑張っていただきましょう。頑張ります。それでは最初のお題はこちらです、はい、リモートワークもここまで来たか、どんな働き方。それではお考えください。そうですよ、あなんかちょっとダンスミュージック的なちょっとかっこいいの。あこれ確かに脳が回ります。リモートワークもここまで来たか、どんな働き方。私たちリモートワーク当たり前になってきてますもんね。本当そうですね。それこそ渋谷さんにどんなあの動画に出ていただこうみたいな打ち合わせもリモートワークでやったりしてたので。さあ、はい、整いましたか。整いました。それでは参りましょう。第1問目、リモートワークもここまで来たか、どんな働き方。カフェからリモートしてる人が美味しい飲み物を飲んでたら画面越しからでも一口ちょうだいができる働き方。おーかわいいですね。そうですね、これは整ったでお願いします。すごく整った、いただきました拍手あんまり撮らないでください、写真であんまりいや残しましょう、はい、これはいいお答えですね。いやあのやっぱよく私もカフェに行くんですけど、カフェでリモートワークされてる方がいらっしゃるんですよね。でやっぱそのカフェの限定のメニューとかあるじゃないですか。これ今飲みたいなって思ってる時にちょっとそれ一口ちょうだいっていうのを、まあ、やっぱもう画面越しからでもこう味美味しいを共有できる働き方ってこれからの未来いいんじゃないでしょうか、はい、これはでもソリューションかもしれませんね、はい3D、4D がある時代ですから味のドリンクの共有もできるっていう未来を楽しみにしています、はい、社会課題です。社会課題です皆さんしっかり考えていきましょうありがとうございました。第1問目見事整いました。さあそれでは続いて第2問に行きたいと思います。第2問のお題はこちらです。人生100年時代、健康で長生きするための思いもよらぬ秘訣とは。それではお考えください。確かに本当長生きですもんね今は。いろんな秘訣がある。そう長生きは大切ですけども、その中でもやっぱり健康で長生きってところですよね。確かに、うん、本当にそこをしっかりと考えていかなくてはいけないいろんなね、こう解決策もあると岡林さん思うんですけれども。そうですね、健康で、まあ、ヘルスケアの維持っていうところで私たちもいろいろ取り組みしてるんですけれども、ちょっと渋谷さんのソリューションが気になります。はい、さあどんなソリューションお題の答えソリューションソリューション化してますもうそんなかっこいいもんじゃないんですけど、あまりにいいお答えだったので。いやそうなんです、和んだり笑ったりするので。はい、あ早いです。今回なんかピンときたものがあったんですね。さあ渋谷さんが書き上げてくださって整ったようです、はい、それでは見せていただきましょう。人生100年時代、健康で長生きするための思いもよらぬ秘訣とは。はい、やはり何をするにも親指ばかりに頼らないこと。おー親指、うん、これは親指、はい、ちょっと皆さんあの意外と気づいてないけど結局何をするにも親指が支えてるんですよね。このペンを持つにしても親指が軸になってる、携帯を触るにしても親指ばっかり働かせてませんかという、力をグッとするにも親指、やっぱ親指に負担が意外とかかってて親指は何も言わないです。そりゃあの一番太いから自分も自覚はしてるんですよね、私が支えるぞって。
でもやっぱ親指ありがとうって気持ち、なるべく他の指もこう協力し合おうっていうことで、やっぱその100年後それが結局生きてくるんじゃないかなっていう、世の中もそうだと思います、社会もそうだと思います。何も言わずにグッとこらえてる人が絶対どこかにいるから、その人たちに身を向けて周りが支えましょうっていう、はい、深い、これは深かったですね、うん、整っております。見事整いました、拍手。いやありがとう、はい、でもこれを確かにこの意味を言うまでは整ってなかったですよね。結構うんっていう、その心はっていう。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、続いていきたいと思います。第3問となります。お題はこちらです。あ、こいつ AI だな、なぜわかった。それではお考えください。 AI、 そうですよ、本当今の時代 AI ですもんね。AI はね、こう身近でありながら、でもこう悩まされるところもある、課題でもありますよね。そうですね、いいところ悪いところあるので、いいところをうまく使って。さあこちらもあっという間にこうニコニコしながら書いてくださっていますので、どんなお答えになるんでしょうか。今のところ2問とも整ってますので、今日計4問行きたいと思いますので、ぜひ全問整っていただきましょう。4問そうなんです。さあでは3問目、まもなく整いそうです。楽しみです。はい、それでは整ったようです。はい、参りましょう。あ、こいつ AI だな、なぜわかった。名前の前に Hey をつけないと全然振り向いてくれない。確かに、これはもう整ったでお願いします。 ありがとうございます。それは私もすぐ今分かるって感じですね。やっぱ友達って別にこう名前で何々ちゃんって言ったら振り向いてくれるけど、やっぱヘイって一回言わないと全然振り向いてくれないっていうのは、やっぱこう、あ、怪しい AI だなっていうところなんですね。はい、見事3問目もあっという間の整うをいただきました。拍手、ありがとうございます。あ、さあ、はい、では4問目、はい、このまま続けていきたいと思います。第4問目のお題はこちらです。10年後の人たちを今より笑顔にしたい、どうする。それではお考えください。10年後、そっか、未来の人たち、未来の人たちのために何をし、今の自分たちが何をしてあげられるかっていう、そうですね、ことですよね。はい、すごく捉え方が大きくて芯がしっかりしてらっしゃいますよね、渋谷さん。そうですね、なんか10年後の渋谷さんももっと素敵になって、もっと大きくなってるんじゃないかなっていうのを、大喜利になって、ね、もっともっと進化されてるかもしれない。そうですね、ちょっと孤高の存在になっちゃうかもしれない。あの時ね、社会を整えるサウナでやったんですけど、なんてことになるかもしれないですね。今より笑顔にするためにはどんなことを考えてるんでしょうか。だいぶちょっとサウナぐらいこう汗が、冷や、なんかサウナ、冷や汗というか、冷や汗があるさて、こちらもニコニコしながら進んでいます。どんなお答えでしょうか。10年後の人たちを今より笑顔にしたい、どうする。10年近いようですが、少し先の未来となりますので、その未来に向けてどんなお考えを大喜利として出してくださるのか、はい、それでは整ったようです。発表していただきましょう。10年後の人たちを今より笑顔にしたい、どうする。世の中の革製品はなるべく使い込んで先に馴染ませといてあげる。ちょっと、あのその心はやっぱ革製品って最初硬いんですよね。やっぱ最初革ってとだんだんずっと使い込めば使い込むほどなんかいい味が出てきた、柔らかくなってベストな状態になるから、ね、はい、世の中に革製品あふれかえってますけど、なるべく先にみんなでこう使い込んどいてあげて10年後一番ベストな状態で渡してあげるっていう、はい、優しさですね。はい、先に馴染ませてあげておく。
すごい目力で見られましたけれども、はい、若林さん、それでは判定は整ったでお願いします。整いました。あ、なんとか、拍手です。なんとか整いましたけど、この優しさは大切ですね、はい、いや大切ですね。渋谷さんが使った革製品ぜひいただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、ここまで素晴らしい回答を連発してくださいましたけれども、はい、どうでしょうか。いつもと違う大喜利だったので大変だったんじゃないですか。はい、いやそうですね。でもやっぱり結局大喜利もこうボケようというよりもやっぱこう未来のことを考えて本当に現実的にどうしようって考えた時にやっぱこう考えることに現実的にこの問題を解決しようって考えることによって未来にこうつながるんだなというか世の中に対してのこうなんか気持ち自分の思ってる気持ちがこう溢れるんだなということがちょっと発見になりました。はい、ありがとうございました。見事4問とも整いました。今一度拍手をお願いいたします。さすが渋谷さんの大喜利でした。ありがとうございます。